いるぞ。任せろ。敵がいると分かってたら俺には勝てないぜ。ほら、そういうことだ。敵がいると分かってたら俺はもうすぐエイムできんだ。ほら、何言ったろ。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、レイニアンです。今日はね、こちら、KTT カット AMR がなんとパッチノートで、エイム時間が 5% 短縮されたということで、もともと遅いこいつ、5% 短縮されて一体どういうトトスさんができるのか、非常に楽しみということで、ちょっとこの KTT でトトスさんやっていきましょう。レッツゴー。さあ、エイム速度が 5% 速くなった、こちら KATT でやっていきましょう。こちらでやっていきましょう。まず C をガン見してから取りましょう。はい、こっから突破です。皆さん、こっから突破ですよ。先ほどまでのイモスの俺とはもうおさらばですよ。まず上のやつをカーレンジャーリンで、ここ非常に危ないスイング。どっから撃たれた、何、そっから俺を撃ってきたぞ。なかなかやるでねえの、兄ちゃん。にゃーう、さあ行きましょう。いいよね、びっくりしょー。さあ行きましょう。このまま A をキャプチャーをしたいね。あ、味方、やべ、こっち来るね。分かった、上にいるんかい。どうする、あの上のやつ、上のやつ誰か やってくれる。俺が行こう、俺が行くぞ。上にいるだろ、まだお前いないんかーい。俺が上から来るぞ。さあ、俺はどこから撃たれたんだ。嫌がれてんだ、もうパーセント短縮された。うう、痛い、嫌がれてんだ。こっちは 5% 速くなってんだぞ。痛い、強くない、あいつ、あいつ強くない。何、上にいる、はい、うまいよ。まだお前そこにいるだろ、お前いないかーい。いないかい。もう絶対いると思うじゃん。そっち任せたぞ、そっち任せたぞ、こっちは任せ。うう、やはりエイム速度がまだ遅いと思うぜ俺これ。あ、いたね、今ね、いたね。あ、ちょっとバレてないよ俺ね。大丈夫、バレてない。さあ、バレてないところのこのカット AMR 強いよ。この隙間からやっていくぞ。俺はこの隙間があることを知ってんだよ。なんだって MW2 の頃から突然やってたんだからな。いないだぞ、気をつけろ、気をつけろ。味方だった、味方だったよ。誰にやるとお前ら、ダウ。さあ、あと2発もあるだぞ俺は。エイム速度速くなってんだ。おお、ここはそこにモスキートロック。あの、俺は左から回ってく、右は爆発したぞ。何、右の味方が全員死んだ。俺は右に行こう、ダウ。うん、ここは左からみんなと一緒に行くべきか否か、ダウ。危ない、死ぬとこだったぜ、ニャオ。 UAV 落とそうと思ったんだよね。ゲームを落としてチャーリー。にゃお、旗取る時間も与えてくんないぜ。オッケー、チャーリー取った。バカ正直、正面から行かない。右だ、左だ。右と左を間違える。そこまで俺は気が動ぜ。いるぞ、任せろ。敵がいると分かってたら俺には勝てないぜ。ほら、そういうことだ。敵がいると分かってたら俺はもうすぐエイムできんだ。ほら、何言ったろ。有言実行だ。オッケー、体力も回復した。フラッシュバンがある。何、俺は諦めないぞ。そこにいるだろ、お前。分かってる。そう、左のやつは無視しようと思った。無視できなかった。左のやつからクリアしていこう。こっから来るね、絶対に。俺はそっちからクリアする。来いよ、来るなら来いってんだ。俺から行くぞ。あお。複数人で来るなんて卑怯じゃないか。俺はカット AMR なんだぞ。一体上にいる。あお。上にいると分かったらもう俺の敵じゃねえ、お前は。上にいるだろ、もういないのか。ナオ、そんなとこで待ち上がってこんでやる。ぶっ殺してやる。もういないのか、お前。すぐ自分の住処をなくすのか、お前は。フラ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 しやがって、定食につけ。フラフラフラしやがってこんでやる。痛い。なんとのこんなぶち切れてんだ。相手強くね。相手強いけど、俺はこのカット AMR のマイナス 5% をみんなに見せてきて、ほら、後ろ向いてんじゃねえぞ。ニャオ。二人は卑怯だ。ニャオ。やべ、ちょっと叫んでるだけのトトさんになっちゃう、これ。もっとこの KTT の素晴らしさをみんなに理解していただきたい。敵の UAV だけ落とす、俺。これだけ味方に貢献する、俺。敵の UAV だけ落としてやるぞ。俺は何回もこっから突然死んでる。じっくりゆっくり、ゆっくりでいいよ。
はい、え、あのトロフィーシステムを俺は破壊できないこと、エイムがさ、あのトロフィーシステムを破壊できないこと、俺はエイムがブレてるのか、どんだけ緊張してるんだ俺。ずっとそこに戦術マーカーが、誰の戦術マーカーだこれ、敵のじゃないね、味方のだね、あれ、どこ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 、そこ、これ真正面から真正面から正直に戦ったんだ、正々堂々戦ったら俺に勝てる敵がいるんだよ。グルナが来やがれ、俺は何言ったろ。正面から戦えば俺は天才なんだ。横やりやがってこんなら、グルナが来やがるってんだよ。ほら見たか俺の実力を。こっからどんどんハート取って、こっから挽回してやるぞみんな。オッケー、いい、おめえのその盾いいぞ、あと俺に任せろ。ほらくっそ頭がした、ニャウ！UAV をすぐに見つけられない。あそこだ。くっそ！スカパーのアンテナでちょっと見えねえ。なに！シャイシャイ、はい、うまい！なんとうまさらう！なんとうまさ、レニアって言おうと思ったんだよな。ほら、来いや。うおー、後ろはちょっと KB6V6 出ました、 KB6V6 今日初めて出ましたね、一試合に一回は出していきたい、そういう心で聞いてやってます、 KB6V6 来いよ来いよ来いよ、どこだよ、おめえずっとそこいる、お前ずっと、まだそこにいるよ、俺が俺前に行ってやるよ、おめえまだそこにいるよ、お前まだそこにいるよ、お前またお前定食につかず逃げやって、お前痛い、あ、痛いよ、いやお、いる？何その銃、一発の反動があって何、こっちはこっちめちゃめちゃ無速度遅くて狙って一発なんだぞ、痛い、お前いやもう今帰ってたのお前。たまに実家帰ってくるパターン、お前ずっと状況パターンじゃ、お前じゃないのね、こっちだ、ほらいると分かったらやるんだよ、ほらそこにいるだろお前。さあこれもブラボーに行くぞ、いるだろ分かってる、おお、チクソめっちゃ死んどるやん。38ですおっしゃったよ。はい皆さん、マイナス 5% カット AMR どうでしたか、レニハン的にはあの全く変わりません。全然体感変わりません。もともとが遅いから全然体感変わんなかったぜ、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました、チャンネル登録してください、お願いします、レニハンでしたぜ、バイバイセコ。